どうもイチです。今回は2021年1月まとめ、キャッシュレスに関するニュース、出来事といったテーマでお話ししていきます。まずは本動画の総論です。結論から言うとこうなっています。こちらを分かりやすく簡潔にまとめていきます。本動画を見ることで2021年1月に国内で起きた大きなニュースやあんまり認知されていないであろう出来事までが分かります。1つ目、プリンスホテル J コインペイを導入。プリンスホテルは4日、みずほ銀行が提供するモバイル決済サービス J コインペイを全国のホテル、スキー場、ゴルフ場で導入すると発表しました。 J コインペイは全国で90を超える金融機関が参画。その金融機関の口座を持っていればアプリをダウンロードして無料で利用できます。プリンスホテルではキャッシュレス化に対応するため2013年から交通系 IC カードをはじめとする NFC 決済、非接触決済の導入、2019年にはメルペイ、2020年にはペイペイ、auPay の利用を開始。その他さまざまな電子モバイル決済サービスも積極的に導入しています。2つ目、 JCB ウズプロムストロイバンクと提携。 JCB の海外業務を行う子会社 JCB インターナショナルは12日、ウズベキスタンの株式商業銀行であるウズプロムストロイバンクと提携しました。12日より同行のカード加盟店 ATM における JCB カードの取り扱いを開始しました。ウズプロムストロイバンクは1922年に設立されたウズベキスタンで最も歴史のある金融機関です。旅行者への利便性向上のため同国政府の主導のもと、クレジットカード取り扱いなどキャッシュレス決済の取り扱い店が拡大しています。本提携はウズベキスタンにおいて加盟店網を拡大したい JCB とキャッシュレス決済のネットワーク拡大に力を入れていきたいウズプロムストロイバンクの意向が一致して実現しました。3つ目、セゾンカード、 UC カード、 Google Pay 対応を開始。クレディセゾンは12日よりクイックペイ加盟店で Google Pay への対応を開始しました。本対応は2020年11月24日より提供を開始したスマホ完結型新決済サービスセゾンカードデジタルも Google Pay に対応しています。このサービスはクレジットカードの申し込み完了から最短5分でスマートフォンアプリ上にデジタルカードを発行し非接触決済を利用できるサービスです。スマホ完結型にすることで顧客の利便性向上に取り組むとともにキャッシュレス社会の実現へ向けて取り組んでいます。期間中はセゾンカード、 UC カードを Google Pay に登録後、 Google Pay 決済で利用金額の 10% 最大500円分がキャッシュバックされます。4つ目、楽天ゴールドカードサービスを改定。楽天カードは14日、楽天ゴールドカードのサービスが変更となる旨を発表しました。変更点は3つです。1つ目、ポイント2倍アップが終了。2021年4月1日から SPU のポイント倍率変更に伴い、楽天市場での楽天ゴールドカード利用特典ポイントプラス2倍が終了します。2つ目、新しい特典、誕生月に楽天市場、楽天ブック利用でポイントプラス1倍、上限2000ポイントを獲得できます。3つ目、返金請求停止。2021年1月14日までに楽天ゴールドカードに入会した会員は年会費について返金請求停止を受けたまわっています。この解約に様々な声が寄せられました。新しい特典も一概に強いとは言えない印象です。年会費を引き下げるとか還元祭の時だけにポイントをプラス4倍とかだったらまだ分かりますけど、これでは楽天ゴールドカードを使う意味がなくなってしまいます。そこでなんですが、 CLQA にて楽天ゴールドカード保有者を対象にアンケートを取らせていただきました。1月27日時点の皆さんの投票703票を参考にすると、楽天カードに切り替えが 54%、 プレミアムカードに切り替えが 10%、 楽天ゴールドカード継続が 7%、 解約が 17%、 その他が 12% という結果になりました。コメントとして3つ紹介すると、コンペイ13、楽天ゴールドにしますって言っていたそばからの解約でした。そのままノーマルのカードを継続します。 GY さん、3月までにふるさと納税したらさっさと普通カードに切り替えます。4月の誕生月サービス適用ですが興味なしです。よしきチャンネルさん、楽天ゴールドでしたがとりあえず試しにプレミアムにアップグレードしました。切り替えて5000ポイントプラスゴールドカードの返金2200円で実質1年目2800円で使えるのでという意見がありました。楽天ゴールドカードユーザーにとって大きなダメージとなった2021年1月を代表とするニュースだと印象付けられます。5つ目、アプラス T カードプラス広角機動隊 SAC2045 の発行開始。新生銀行グループのアプラスとカルチュアエンターテインメントは15日、2021年2月5日よりクレジット機能付き T カードプラス広角機動隊 SAC2045 の申し込み受付発行を開始しました。カードデザインは草薙元が立ちこまがイラスト化され、バッグはネオンをイメージとしたシックなものとなっています。本カードを5つに分けて解説すると、1つ目、国際ブランド JCB のみです。2つ目、カード発行手数料1100円税込み発生します。3つ目、年会費初年度は無料ですが次年度以降550円税込み発生します。しかし前年度に一度でもカードの利用があれば次年度の年会費は無料です。4つ目、申し込み20歳以上が対象です。申し込み方法はオンライン入会できます。申し込み受付は2月5日より開始です。5つ目、 T カード
プラス特典、カード決済で200円、税込みにつき1ポイント分の T ポイントがもらえます。さらに T ポイントアライアンスでのカード提示で100円、または200円につき1ポイントもらえます。さらに加えて、伝えでのカード提示で200円につき1ポイント、期間限定2ポイントの合計3ポイントがもらえます。よって還元率は最大で 3.0% を実現できるカードになります。6つ目、東京都渋谷区エフレジ公金支払いを導入。東京都渋谷区は15日、同月5日よりエフレジ公金支払いを導入しました。インターネット経由での区税などのクレジットカード収納業務、ペイジー収納業務、アップルペイ収納業務を開始しています。指定代理納付者として三井住友カードと JCB が指定されています。本カードの導入により24時間場所問わず区税などを納付することができ、利便性が格段に向上します。対象税目として住民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などを納税できます。利用可能なクレジットカードブランドはビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブの5つです。 Apple Pay で利用可能なクレジットカードはマスターカード、JCB、アメリカンエキスプレスの3つです。メリットとしてクレジットカード会社が提供するポイントも原則付与されます。なので楽天カード決済で 1.0% 還元、リクルートカード決済で 1.2% 還元などなど特典もあります。ただし注意点もあります。クレジットカード、ネットバンキング、Apple Pay 納付には一定のシステム利用料が必要となるので注意してください。7つ目、マルイグループ、キングレコードと提携。マルイグループは15日、キングレコードの音楽原作キャラクターラッププロジェクト、ヒプノシスマイク、デビジョンラップバトルとコラボレーションを発表しました。ヒプノシスマイクのキャラクターをモチーフとしたエポスカードを発行しています。特徴を4つに分けると、1つ目、券面。券面は3種類あります。2つ目、申し込み場所。マルイやモディ店舗に加え、エポスカードのホームページにて申し込みできます。3つ目、すでにエポスカードを持っている方。デザイン切り替え料が税込み1000円かかります。4つ目、新規入会特典。入会後2ヶ月以内にエポスカードを税込み5000円以上利用した人はヒプノシスマイクオリジナルカードケース非売品がプレゼントされます。なおヒプノシスマイクのクレジットカード化は今回が初です。8つ目、オートバックスグループ電子マネー決済サービスを導入。オートバックスセブンは20日、オートバックスグループ562店舗にて電子マネー決済サービスを開始しました。感染予防の観点から非接触の需要に対応し、決済ツールとして電子マネーサービスを導入、キャッシュレス決済の幅を広げています。9つ目、北都交通、道内初のビザのタッチ決済を導入。北都交通、三井住友カード、クアドラック、小田原機器、北海道アトラス、ビザワールドワイドジャパンは20日、2021年春より北都交通を運行する空港連絡バスにおいてビザのタッチ決済を導入することを発表しました。この取り組みは道内初です。北都交通は現金払いでの乗車券購入において国際標準のセキュリティ認証技術を活用したビザのタッチ決済を導入することに決定。使い方は簡単で、バスの乗降車時に車内に設置された読み取り端末にビザのタッチ決済対応のカードやスマートフォンなどをかざせば運賃が精算できます。なお本事業は国土交通省からの支援事業に選定されています。10個目、マスターカード、マッチムーブおよびタッピーと提携。マスターカードは25日シンガポールに拠点を置く金融プラットフォーム提供のマッチムーブと世界をリードするウェアラブル決済事業者のタッピーテクノロジーとの提携を発表しました。小型で柔軟性のあるチップにトークンを導入し、バッテリーレスのウェアラブルやウォッチストラップ、キーホルダーなどのアクセサリーに取り付けることで安全なコンタクトレス非接触決済デバイスに変えました。マッチムーブ、マスターカードカード会員のアクセサリーを簡単そして安全に支払い可能なウェアラブルに変えます。11個目、三鷹市役所、インタペイを導入。三鷹市役所は26日、インタセクトコミュニケーションズが開発するマルチ QR 決済サービスインタペイを搭載するビジコミのセミセルフレジを導入しました。運用開始場所は三鷹市役所の1階市民課窓口、キャッシュレス決済およびセミセルフレジが同時導入されました。インタペイはマルチゲートウェイサービスです。ペイペイやラインペイなど複数の QR コード決済サービスをまとめて導入でき、決済履歴や売上金の管理も一括して行います。12個目、トランスファーワイズ。トランスファーワイズデビットカードを日本で提供開始。海外送金サービスを提供するトランスファーワイズの日本法人であるトランスファーワイズジャパンは26日、個人や法人の顧客が外国通貨で支払いをする際に隠れコストを支払うことなく決済できるトランスファーワイズデビットカードを日本で初めて提供することを発表しました。日本人が年間で970億円以上を負担する海外支出関連の手数料の節約に貢献しており、各種デビットカードと比較して手数料が最大で4分の1に抑えています。13個目、 JCB とリクルートが提携、エアカードの提供開始。 JCB は26日、リクルートと 1.5% のポイント還元率を備えた非常にお得なビジネスカードエアカードの提供をスタートしました。法人カードとして業界ナンバーワンの還元率を誇ります。提供の背景として本カード発行は法
人カードのさらなる普及を目指す JCB と ARG、AirPay をはじめとするエアビジネスツールを提供しているリクルートが法人カード普及を通して店舗の定期管理の煩わしさを解消したいという思いから実現。これまで法人カードを導入する機会がなかった法人、個人事業主の新規導入のきっかけになると考えているとあります。14個目、キャッシュ決済時のポイント還元率上限の変更。キャッシュは28日2月10日よりキャッシュバリューの還元率が 1% から 0.2% へ変更すると発表しました。さらに月間還元額の上限も引き下げです。キャッシュの代替えは後日ご紹介いたします。まとめ、2021年1月は各社の提携やコラボ、決済サービスの導入が目立った月だったかと思います。皆さんはどのニュースが印象に残ったでしょうか。ぜひぜひコメントをお待ちしております。最後に本動画で紹介した出来事をまとめた表を載せておきます。一時停止して参考にしてみてください。以上、2021年1月まとめ、キャッシュレスに関するニュースについてお話しいたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私一は Twitter、Instagram もやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。